買いましたか？5周年記念ボックス。5周年記念コンプリートボックス、買いましたか？買いましょう。まあ、ドリアカ入る場合はね、買わなくていいんですよ。ね、ドリアカに入ると見れる講義ですから。ただ、吉谷さん120万じゃ、みたいなね。120万はちょっとっていう場合はね、見て勉強してやっていただければいいんじゃないかと思います。まあ、もちろんサポートもしますから、まあ、質問があればね、Q&A アップしますんで。で、今回はね、ちょっとタイトル考えます。要はな、情報発信、これ最強だよっていうね、情報発信のベネフィットみたいなね。これね、情報発信ね、マジでやった方がいい理由が、あるんですよ。ちょっと朝思いつきまして、これいいな、みたいな。これはね、人の悩みを聞けるんですよ。人の悩みを。吉田さん、人の悩みを聞けることが何でいいんですかっていう。これ何かっていうと、人生って悩みの連続だと思いません？もう一度言いますね。そもそも人生って悩みの連続じゃないですか。どう思います？いや、俺生きてきて悩みゼロ、悩み無用、髪の毛抜けてないみたいなね。いいっすね。悩み無用、育毛発毛、リーブ21の社長のあれいいっすよね。悩み、なんだっけな、まあいいや。まあ悩みってありません？で、それがしんどくないですか？要は悩みます。そしてそれをすぐね、秒で解決できるんだったらいいんだけど、その悩んでるんだけど、なかなか解決できなかったりとか、その悩みが辛かったりとかして、うつ病になったりとかね。とか、まあ精神衛生上良くないとかね。悩んでるみたいな。悩むの好きです、吉谷さんっていう人いんのかな？どうですか？悩み好きっすか？変態っすね。まあ、要は人生を長いスパン生きていく中で、じゃあ、この問題点だったら悩みですよね。ここが問題なんですよ。悩むことが問題なんですよね。わかります？で、まあよくある話なんだけども、あのスーパースターが、なんであんなお金持ちのスーパースターが薬中になっちゃったのかなと、薬物中毒になっちゃったのかなと、なんでだと、あんだけ成功名誉を手に入れてるのにね、薬に手出すのか、よくある話ですよね。お金手に入れても名声を手に入れても薬にね手を出しちゃうんですよ。それはなんでかっていうとね、闇があるわけですよ。悩みがあるわけです。人には言えない悩みだったりとか、いろんなものがあるわけですよ。孤独だったりとか、いろいろあるんです。だから薬物に手を出すとね、そういうのがなくなるわけじゃないですか。なんかもう、なんか僕やったことないんで分かんないですけど、もうもはやなんだ、薬をやらなくてももう自分で薬状態を作れるんで、あれなんですけど、ナチュラルな麻薬です。ナチュラルな麻薬っていうね。でもまあ普通の人はそういうものに頼らないといけないみたいなね。だから一回脳をね、もうなんかスパークさせてね、なんかもうふわーみたいになっちゃうみたいなね。でもう多分分かんないですよ。すいません、もうこれ薬物を推奨してる動画ではありませんから、大丈夫、やめましょう。はい。だから多分ね、おそらくやったことがないけれども、多分薬物を注入すると脳がスパークして、一切悩みとかね、そういう次元ではなく、なんかふわーってなれると思うんですよ。だからやっぱそこのふわーがいいから、結局またやっちゃうんですよね。そう。だからもうこれのなんかもうあれじゃないですか。もうループですよね。まあこれは国で許されてるので、ニコチン中毒もそうなんですけど、ニコチン入れるとなんかちょっと落ち着くみたいなね。ニコ中みたいな。いや、ニコチン足りてねえな、みたいなね。まあこれはちょっとお国が許していただいてるので、タバコは OK でしょ。二十歳からね。そう。だから要は人の人生が生きていく上で、一番の問題っていうのは悩みなわけですよ。わかります？でね、この情報発信して、まあ僕はドリームアカデミアでアンケート取りましょうとかね、その悩みを抽出して市場の悩みを聞いたりとかして、そこに対して商品ぶつけるとか、フリーコンテンツをぶつけるっていうことを、まあこうどういうふうにやっていくのかっていうのを教えてるわけなんだけども、その
人のね、例えば100人の悩みを聞いて、そしてアンサーしていくっていうことをずっとやってるとするじゃないですか。まあ僕はずっとやってるから言ってるんですけど、人の悩みを聞いて、そしてアンサーする。人の悩みを聞いてアンサーしていく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 。これずっとやってたらどう思います？自分の悩みとか問題点を解決できないですか？できるでしょ。できません？どう考えてもできるよねって話なんですよ。だから結局その情報発信をして人の悩みを聞いてアンサーしていくっていうことは、実は自分の人生をよりよく生きていくための武器になるってことです。武器にね。だけどこれをね、いやめんどくせえなとかね、よくあるじゃないですか。お客さんとその陰でこそこそ隠れて、いやそういうのじゃないんだよ吉谷さんと、なんかそういうのじゃなくて、なんかそういうのじゃなくて、なんかこういうのあるんですかみたいなね。いやいやと、いやこれお金稼げるようになっても悩みありますからね。これね、今度ねちょっと対談を申し出ようと思うんですけど、ちょっとポルシェの動画も撮りに行きますけども、そのね弟子がね、まあこれちょっと音声対談でちょっと収録はしてなかったんだけど、今度そのテーマでちょっとね対談しようかなと思うんですけど、まあ収録してない時ですよ、収録してない時いろんな話してたんだけども、まあ僕の弟子は、まあ、この前ね、まあ、なんか時計4000万ぐらい買ってるわけですよね、まあ、元弟子ですよね。でそのポルシェも1700万ぐらいですよ。もう鷲津さん800万の買いましたけど、でね、もう本当に生涯の、まあ、普通に生きてたらまあまあもうお金稼がなくても生きていけるっていう状態なんですよ。それぐらいの軍資金を、軍資金じゃないわ、軍資金っていう言葉が適切じゃないですね、まあ、生涯賃金をもう稼いじゃったんですよ。今32か、はい、32でもう生涯賃金あるんですよね。そう、稼いじゃったわけですよ。でね、まあ言ってたのがなんかつまんないみたいなね、つまんないことが悩みみたいな、まあ贅沢な悩みだと思いますよね。何がつまんないことが悩みだと、時間、金もあるし、何、時間にゆとりもあるし、そんな悩みじゃねえよって思うんですよ。でもその立場にならないと分かんないですよね。いいなみたいなね。でもね言ってたんですよね、ちょっとなんかポカン、要は心がねポカンって開いちゃってるというか、なんか本当に別にそのお金稼がなくてもいいし、やることもないし、だつまんないっていうかね、まあそういう、まあその露骨には言ってないけど、そういうなんかそういう話をしてたんですけど、そういうこと言ってたんだけども、まあ僕は分かるわけですよ。それはね、まあいろんな人を見てきたし、いろんな話を聞いてきたし、自分もいろんな体験をしてきたし、分かるわけですよ。まあ僕もね、僕はすみません、僕はその弟子みたいな、まだ金稼がないといけないですよ。金稼がないといけないんで、小銭稼がないといけないんでね、商品こうやって売るんだけども、だけど分かるんですよ。そうで、分かるからこそ僕はどうしてるかっていうと、その仕事が楽しいっていう状態ですよね、うん、だから何かのやりがいですよね。なんかもう没頭できるもの。だから僕はね、この思想っていうのはね、加賀田明先生っていうね、営業の神様がいるんですよ。もうこれアポイント、なんかピンポン押してね、まあ、ここ本もあるんだけど、ピンポン押してね、なんか 100% みたいなね、砲犯の神みたいなね、もうすごいんですよ。営業の神、加賀田明っていうのは、まだ生きてるかな。そう、一回僕はセミナー行ったことあるんですけど、そう、すごいですね。もう YouTube でちょっとだけ出てるんですけど、なんかね、もう行っちゃってますね。もう役やってんじゃないかな、みたいな。こんな動画ありますか、あーみたいな。だから僕ね、本当に一回だけなんですけど、もう多分もうないと思うんですけど、その加賀田先生のセミナーに行った時の話なんだけども、こう扉を開けた時にね、あれ、なんかあれみたいな、なんかね、ミトコンドリアみたいなね、緑色に見えるわけですよ。ちょっと、あ、人だなみたいな。いや、一瞬緑に見えて、あ、何なんだみたいな。でとりあえずもうパワーが、エネルギー量が半端ないんですよね。だからそのセミナー中もね、唾もうガンガン飛んでるんですよ。いや、
あの鴨頭さんのパワーも結構すごいんですけど、いや鴨頭さんより年取ったやつよ、僕多分60超えてると思うんですけど、もうね、もうスプラッシュマウンテンなんですよ、その年で60何歩でスプラッシュマウンテンですよ、ブワー飛んでてすごいんですよ。で僕気になったんですよね、緑に見えたから、まあオーラって人から出てるってあるじゃないですか、だから緑オーラの人の特徴みたいに調べたんですよ、そのセミナー終わってからね。じゃそのまんまで俺が見た緑っていうのは、まあ、正解だなみたいなもうすげえ記憶に残ってますね、そのセミナー終わった後電車でね、緑オーラってどういう人なんだろうみたいな ね、レインボーじゃなかったですね、だから北斗ですけど、レインボーオーラじゃなかったんだけど緑オーラでした。興味ある方はね、緑のオーラ、意味とか調べていただくと緑のオーラの意味が出てくると思うんでそう、いやあ、そう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 、何の話だっけ、加賀田さん、ちょっと話飛んじゃいましたけど、まあなんだ、まあ、とりあえず、まあ、人の悩みを聞いてると、まあ、自分の問題解決も、もう自分の問題解決のスペシャリストにもなれるよって話です。自分の悩み解決のスペシャリストにもなれますよって話です。あ、そう、そう、生き方ですね。生き方だ。それで、その、加賀田先生の僕はまだ、あの、音声を聞いたりとか、まだ勉強してるんですよ。で、まあ、最近は聞いてないな。最近は聞いてないけど、まあ、もう、ね、100回、200回聞いたんですけど、まあ、それで、加賀田先生がね、まあ、ゴーギャンっていうね、絵描きがいるんですよ。ゴーギャンっていう絵描きさんがね。そう、で、ゴーギャンの生き方がすげえみたいなね。あの、加賀田先生がリスペクトした、まあ、その営業の神がリスペクトした生き方ですね、ゴーギャンみたいな。でなんか本を読んでたらしくて、そのゴーギャンの生き方がすごいと、これだみたいなね。そうで、そのゴーギャンっていうのはなんかいきなりふとした瞬間ね、絵が描きたいと、もともと絵をね、あの目指してたわけじゃないんですよ。で絵が描きたいと、俺は絵が描きたいんだと、なんか無性に駆られて、で絵を描き出すわけですよ。しかもまあ家族とかも全部捨ててね、家族とかも全部捨てて、もう絵に没頭するみたいな、もうとにかく絵に没頭すると、うん。であともうなんか島、なんかそのゴーギャンのいた島とかもあるんですけど、その島行っちゃうみたいな、もう島でひたすら絵を描くみたいな、ひたすら。でなんかね、まあなんか、まあ、今ゴーギャン展とかもたまにあるんだけども、そのねゴーギャンがあのなんだ、その時ですよ、絵を夢中で描いてた時に、まあ一応ね、これはちょっと深くは分かんないですけど、加賀田さんが言ってたんですけど、あの、まあ、絵描きの人って、まあ、絵を売って、まあ、生計立ててるじゃないですかね。でこの絵を描いてて、絵が、まあ、町、その路上かなんかで絵を描いててね、でこう一応飾ってるわけですよ。で通りすがりの人がね、すいませんこれちょっと欲しいんですけどみたいな。でゴーギャンが何て言うかっていうと、持ってけと、え、いいんすかみたいな、どうやって飯食うのみたいな話なんだけども持ってけみたいな。俺は描いた絵には興味がないと俺は描いてる時が楽しいんだと、だ描き終わった絵に興味はないと持ってけみたいなっていうのがなんかあるらしくて、で それで加賀田先生がそれ痺れたらしくて、すげえなみたいな。要はゴーギャンの生き方っていうのは、そのここに全集中なんですよ、ここが楽しいんですよ、わかります。僕も動画大量に撮ってるんだけども、もう撮った動画興味ないんですよ今ここなんですよ、今ここ、今僕ここに集中してるわけですから。でこの動画撮ったらもう関係ないですよね、もう放置したら。 だからね、動画もクソ撮れるっていうのもあるんですよ。別に興味ないんで見てないですよ、ね、だから編集したのは見返しますよ、そりゃ編集したのは。だから鷲津さんと対談して3回目撮ったやつはもう何回も見直すんだけども、ワンドリのやつはもうほぼ見ないですね。見返すってことがまずないです。まずない。だから撮ったらもうゴミ。僕の中では撮ったらもうゴミなんですよ。だから撮れるんですよ、いっぱい。うん。多くの人はね、多分撮ってアップロードした後、あれ、再生数回ってるかな、これで集客できるかな、あ、これでいいのかなって気にするじゃないですか。もう全く気にしないです。だから次みたいな。もちろんね、全体のアナリティクスは見てますよ。1ヶ月分のアナリティクスがデフォルトで出るんで、でその1ヶ月分でどういう動画が回ったのかっていうの、そのデータはある程度見るんだけども、その一個一個気にしないですよね。うん、そう。だからそのどういう生き方、まあっていうところなんですけども、そのまあ自分の問題ですよね、問題をこう解決できるようになるといいですよね。であとはやっぱその集中して自分のその生きがいを見つける、
だから情報発信を生きがいにすることがもしできるのならば、これはね、この発信してる行為も楽しいし、話してる、何かを伝えてることも楽しいし、没頭できるし、なおかつ、人生を生き抜く上での悩み解決のその武器ですよね。わかります？人の悩みを解決することもできるし、自分の悩みも解決することができる。これめちゃくちゃ良くないですか？だからもう本当ね、鷲津さんは今その境地なんですよ。だから楽しいんですよね。だからもう、ぶっちゃけまあ人生すごくよりよく生きていけるんじゃないかなと。自分の問題、悩みも解決できるし、もはやそれをネタにして面白おかしくできるし、なんだろうな、まあ対談でも言ってましたけど、まあ、発信することによってマイナスを全部プラスに変えることができると。まあ、これはね、ちょっと発信マスター、情報発信マスターにならないとその境地にはいけないんだけども、まあ、境地になるともうマイナス全部ネタになって、マイナス全部なんか面白おかしくできるんで。だ僕も先々月ぐらいにこれね、差し歯、これね、13万8000円ぐらいしたんですよ。まあ、約14万ですけど、ね、差し歯飲んじゃったんですよ。ね、こうもうね、しかもね、14万ぐらいするんですよ。マジかって話じゃないですか。だからそれをネタにしてキャンペーンしましたからね。差し歯抜けましたキャンペーンみたいな。差し歯飲んじゃったキャンペーンみたいなね。もはやお金にするみたいなね。もう何でもいけますよね。あなたのピンチは僕の、僕のピンチはあなたのチャンスですっていうね。これ僕の セールストークなんですけど。僕のピンチはあなたのチャンスみたいなね。これ良くないですか？でも結局、僕が利益を得るっていうね。僕のピンチだけどあなたのチャンスだけど僕利益取るよみたいな話で。いや、これはね、本当ね、情報発信のマスターになると、本当ね、まあ考えればわかりますよね。だって人の悩みをね、1000人聞いてね、1000個聞いて解決しなかったとしてもアンサーしていけば、それは問題解決能力、悩みに対してのリカバリーの方法っていうのは学んでいくわけじゃないですか。っていうか、学ばないと伝えられないんで、学びますよね。吉田、例えばね、こういう塾生さんもいるんだけども、吉田さん、メルマガ読者さんからこういうお悩みをいただいたんですけど、吉田さんだったらどう回答しますかと。いや、俺の読者じゃねえんだけどな、みたいなね。いや、僕の読者じゃないけども、回答しますからね、僕。なかなかファンキーでしょ？ね？ いや、俺の読者ちゃうやんと。いや、でも全然回答するんですけど。だからそれも使えって言ってるんですよ、塾生さんにはね。いや、だから、悩み抽出して回答方法がわからなかったら俺に丸投げしろと。で、俺がそれ回答するからそれを使えと。だから結局でもそれのやり取りをすることによって、吉谷さんはこの悩みに対してこういう回答をするんだ、なるほどな、じゃあそれを勉強してね、なるほどな、じゃあそれを伝えればいいじゃないですか。で、それを反復してると自分のものになりますから。わかります？最初は他人の言葉だったけども、それを使いこなすことによって自分の言葉に変わるんで。でも最初はパクってるだけなんだけども、そのパクリマスターになるんですよね。徹底的にパクると自分の言葉で伝えられますから。基本的にほとんどの人がパクリマスターです。自分の言葉のように聞こえるけども、基本的にパクってるんですよ。何かを真似しないと無理なんて。無から有を作れる人っていうのはほぼいないです。これスティーブ・ジョブズも本当に言ってますからね。これね、パクる、スティーブ・ジョブズの、そのパクリの概念のなんかいい言葉があるんですけど、忘れました。まあ、ネットで多分出てくると思うんですけど。そう。まあ、あとはね、ピカソとかもなんかそういうのあるんですよ。ピカソもなんかそういうパクっても OK よって、パクること大事だよみたいな、なんかそういう言葉があるんですよ、ピカソとかも。だってその画家とかも、なんかのその、この先生の描き方いいなとかね。この感じすごいなとかね、そういうなんかそのインスピレーション必ずあるわけですよ。ね、全くその真似るものがない、全くその見てない、そっからこうするっていうのは無理ですよ。だから、そのなんか OS が入ってないパソコンを動かせる人っています？逆に OS が入ってないパソコンを動かせる人はいるんですか？てか OS が入ってないパソコンを動かすってことがほぼ不能ですよね。だから人間っていうのは OS が入ってないパソコンなんですよ、空っぽの最初はね。で OS が入っていくわけですよ。で、その OS っていうのがいろんな情報だったりとか、いろんな影響だったりとか、そういうことなんですよね。で、そこで解釈していくわけですよ、自分なりに。
だから全く情報もない、全く真似るところもない、その中で、動かしていくっていうのは僕は無理だと思います、まあ、中にはいるかな分かんないですけどね、まあ、多分100万人に1人 いねえんじゃねえかな。なんかもう神の領域ですよね。なんか漫画の世界でね、なんか光を命を吹き込むみたいなね、ピカーみたいなね、でったらたったったみたいな、パソコン動き出すみたいな、 OS ないけどね。いや、そう、神の領域ですね、それは。僕は人間なんで。だから情報発信するっていうことは本当にね、メリットめちゃくちゃあります。要はもう生きるっていうところのもうメリット、お金ももちろん、そのお金は稼げるんだけども、もっと上ですよ、もっと上、もっと上も手に入れられるって話です。だからその弟子なんかは別に情報発信してないので、ね、そう今ね、だからあの結構セミナー行ったりとかなんかやってるらしいですからね。そう、まあ、どう生きていけばいいのかみたいなね。お金もう稼がなくていい、どう生きていくみたいな、まあ、その迷ってるわけですよ。だから多分僕の場合は、まあ、障害賃金を稼いだとしてもこれが面白くてやってるんで、だから生きがいがあるわけですよ。だからこれでお金を手に入れます、だけども生きがいもあるのでずっと続けられるし、そのつまらないってことはないんですよ多分。で逆に言うと、今の領域から言うと、今の僕のポジショニングですよ、領域から言うと、もうお客さんの悩みがステーキみたいなね、すいませんこれちょっと変態なんですけど、もうお客さんの悩みが寿司みたいな話なんですよ。おまた来たなと、どう料理しようかなみたいな、わかります？だからお客さんの悩みが大間のマグロみたいなね、わかります？おまた大間のマグロ釣れたよみたいな、よしこの悩みどう解決するかなみたいな、どう回答するかなみたいな、大間のマグロ釣るじゃないですか、どうさばこうかなみたいな話で、もうその領域なんですよ。だから悩みって世の中にめちゃめちゃありますよね。どうですか？だからもう全部大間のマグロだらけなんですよ。もうどう料理しようかなみたいな、もう料理楽しめるわけですよね。どうですか？だって悩みは消えないんで、悩みが消えるってことあります？世の中からないです、ない。つまりね、ずっと取れ高量もうすごいんですよ。取れ高、大間のマグロ もうバンバン釣れる、バンバン釣れる、もう何億円みたいな、何億円みたいなね、もう寿司三昧みたいな、1億円でマグロ買いましたじゃなくて、もう1億円のマグロも 何百個も買え、ただでもらえるみたいなね。そう、まあこれはちょっと異次元の話ですよね。すいません、これ全然共感されないと思いますし、ちょっと伝わらないと思いますけど、まあ、ここの領域に行くとそういう風になります。だそうなるともう多分ね、もう無双状態かなと思いますね。だって市場から悩みが消えないんだもん。ね、で市場から悩みが消えないから何、食材いっぱいあるじゃないですか。食材腐るほどあるから、発信よくね、ネタがありませんみたいなのあるんですけど、いやネタめっちゃあるじゃんと。だから僕ね、その、まあ、よくこれドリアカでも教えてるんですけど、顧客、目の前のお客さんがいないんだったらヤフー知恵袋見ろみたいなね。だってヤフー知恵袋見たらもう悩みずっと毎日と、もういろんなジャンルで悩みがねずっと連打で投稿されてるわけじゃないですか、あんなの。だからもうヤフーの知恵袋の、もう最終的にね、僕なんかもう、まあ、まあ今は目の前のお客さんがいるんであれなんだけども、別にもうヤフーの知恵袋の Q&A を勝手に回答していくっていうね、もう無限像にね、もうヤフーの知恵袋の回答 Q&A 徹底的に全部回答していくみたいな、鬼回答みたいな。ただあのね、何千個とか何、まあジャンルによってそれは変わるんだけども、もう全部その悩みがあるわけじゃないですか。しかもね、ありがたいことにベストアンサーっていうね、答えもあるんですよね。ベストアンサーですってつけてくれてる答えもあるんで、あ、なるほど、この悩みに対してはこういう回答が良かったなっていう、真似られるじゃないですか。でそこに対して真似ながら自分なりのその見解とか解釈だったりとか、なんかそういうの入れればオリジナルっぽくなるのでね、もう無限に作れるじゃんみたいなね。無限、マジ無限ですね。なんで吉田さん、そういうのじゃないんですよっていうね、まあ、いろいろあると思うんですけど、お金稼いでもね、地位や 名誉もね手に入れても悩むんですよ。でもそれは吉谷さん、贅沢な悩みとかね、お金がない人はみんな言うんだけども、いや贅沢な悩みじゃないです、最悪の悩みですよ。だってお金はあるのに悩んでるって、もうやばないですか。
お金あるのに悩んでるんですよ。だってお金がない悩みに関しては稼げば解決できるんですよ。もう一度言いますね、これ超大事なんで。お金がない悩みに関しては稼げば解決できるんですよ。でもお金があるのに悩んでる、どう解決しますって話じゃないですか。お金があるんですよ、地位も名誉もあるんですよ、名声もある、お金も大量にある、悩んでます、どう解決します。これはね、だから役に行くんです。だからこれね、めちゃくちゃ難しい悩みなんですよ。だから薬物行くんですよ。わかります？まあ清原さんもね、あんだけね、お金もあるし地位も名誉もあるわけじゃないですか。なんで薬やって行ったって話じゃないですか。どう思います？お金に清原さんね、困りますか？いや困らないほどの収入もらってるでしょ、もらったでしょ、もうもはやもう死ぬまで生きていけるぐらいの金稼いだでしょ清原さんもね。だけど薬物手出しちゃったんですよ。マッキーもそうですけど、もう世界に一つだけの花だけの印税だけでも一生飯食っていけんじゃないかなぐらい相当稼いてか相当稼いでるじゃないですか。マッキーも役やっちゃうんですよね。だからでもね、それはね、深い、だからお金の悩みなんていうのは稼げば解決できるんで、いやこっちの悩みの方が実はねウエイト高いんですよ本当は。でもお金がない人からすると、何言ったら、それ贅沢の悩みだよみたいに言うんですよ。いやいや、贅沢もクソもない、もう究極の悩みですよ。もう最悪の悩みですね、もうジレンマ。いやだから本当にね、なんか没頭できるもの、生きがいっていうのを、まあ、この情報発信にしてもらうことができるんだったらめちゃくちゃいいですよ。自分のその伝えるスキルも上がるし、自分の人生の問題解決能力も上がるし、しかもこれが楽しい、しかもお金も稼げるわけじゃないですか。もう全部が情報発信で解決できると僕は思います。ただこの情報発信が吉谷さん好きになれないんですよっていう方もいらっしゃるので、まあそれはしょうがないですけどね。でも僕ももともと好きだったっていう、好きではないですからね。嫌いが好きに、嫌いを好きになったみたいな話ですよ。わかります？みんななんか好きなことで生きていこうとかね、よくあるんだけども、俺は嫌いなことを好きに変える力を手に入れようぜって話ですね。嫌いなことを好きに変える力を持とうぜっていう。わかります？だそうすれば無双じゃないですか。どんな嫌いなことでも好きに変えられる、ワクワクに変えられる。みんなワクワクのことを探そう、好きなことを探そうってしてるんだけど違うんです。嫌いなこと全部好きにできる力ね、そっちの方がめっちゃ最強じゃないって思うんですよね。どう思います？だってワクワクすることとか好きになることって見つかんないかもしれないじゃないですか。いや天職だみたいな、いや天職見つかる人はええけど、見つからなかったらどうするんですかと、ずっと転職活動するんですかみたいな、いや転職活動をずっとしてもいいけど、見つかんなかったら50で転職ももはやできなくなるよって話で、いやだったら嫌いなことを好きに変える技力パワーを持ってた方が無双なんじゃないかなって僕は思うわけですよ。どう思います？まあ、別にいいんですよ、見つけるたびに、見つけるたび放浪記みたいなね、でも見つかんねえみたいなね、見つかればいいんだけど、見つかんなかったらどうすんのって話で、まあいろいろ申し上げましたけど、本当ね、情報発信はした方がいいです。本当おすすめです。でもうぶち抜いてやった方がいいです。でそうするとまあまあ、まあ鷲津さんクラスになればね、鷲津さんも最初だって何もできなかったんですよ。でも楽しくなるんで、本当にだからそこをね変えてほしいですよね。まあまあ情報発信やったことがない人からすると、経験がない人からするとね、情報発信することが苦痛、どんな動画アップしようとかね、これでいいのかなっていうね、もはやその情報発信することが悩みなんだけどもね、それは超えてほしい、それは超えましょう。まあそうするとね、人生本当に楽しくなりますね。あとストレス発散にもなりますから、もう一人カラオケのいらないです。だから一人カラオケなんかその動画で一人カラオケすればいいじゃないですか。まあちょっと著作権の最近ありますからあれですけど、アクセス稼げるしね。はい。買いましょう。はい。まあドリームアカデミーはね、12月大々的にセールしますんで、まあそれも入るぞって決めてる方は買わなくていいんだけども、もう諦めてる人ね、120万無理ですっていう方は今回もう必ず買っといてください。
はい、では終わります。ありがとうございます。